灼熱の品を波立てて宿命をまた夜を覚ます。最後のトゥーワールドアッケになってしまいました。今日ね、前回お話しした電光石火さん SR がほとんどオリパで出たやつが全部600円の買い取りになっていて全額通ったんだよね。これ本当にそうなのかっていうのを今日検証しに行こうかと思って、一応ここにね、今までオリパで当たった SR100 枚ここにあります。これを全部売ってみて果たして本当に満額全部通るのかっていう、まあちなみに D レギとかも全然あるから、 D レギは多分600円とかじゃないんだよね、買い取りが。ただその代わりに帳尻を合わせるためにこういうライコーとか少し値段がつくようなやつ、あとエネルギー使いとか保証じゃなさそうなやつも入れて、これボスの指令とか多分これも保証じゃないと思うから、こういうのにちょっと帳尻合わせてみて D レギっていうのが多少入ってるんだよね、そこら辺も帳尻合わせて売っていこうかなと思います、はい、今日はねちょっとね、はるちゃんがね出張しないんで、僕とケティミが秋葉原に行ってこれから出張してちょっと売っていきたいと思います。なのでここからは春菜はいません。ここから動画を切らないでください。はい、切らないでしょ、だってみんなこっちの結果の方が気になるじゃん。100枚それじゃあやっていこう。はるちゃんがね今日来てないんで、一人で、一人じゃない、隣にはケティミもいる、一応ケティミもいる、ケティミもいる、ほらケティミもいる。自分の編集が面倒くさくなる。そうで、今日、まあ、あのオープニングでも話したんだけども、電光石火さんに SR の保証売ってみたら満額つくのかどうかっていうの。ただ今日は結構さ100枚近くだから、前回10枚だったんだよね。そうそうそう、ちょっと甘かったかもしんない。ただ俺なりに思ったことがあって、電光石火さんって隣に自販機でしょ、自分たちの持ってこられてんじゃないかっていう、ちょっといやあるでしょ、あると思うんだよね。それであれなんで満額回転してくんないんですかぐらいのこと言われたら嫌だから満額回転しなくちゃいけないのかなっていう、多分そうだと思うんですよね、っていう可能性がちょっと俺の中である。聞いた噂によると電光石火さん傷ありはむしろ買い取らないっていう、あ、そうなの、こともあるみたいです。だからあえて備品だけしか買い取らないからっていうことも噂で聞いたんですよ、ツイッターとかで出てる。それもね検証できればいい。でも前回は馬力傷あったと思うよ、だって全部オリパで出たやつだもんね。だからちょっとその辺も真偽がわからないんで、まあっていうか俺たちがあのボックス向いてんのそこんなにないから言っても、ね、そうだからほぼ SR はオリパなのよ言うても。気になるね、100枚だからちょっとなんか話がちょっと違くなってくるのかなとも思ったりもするよね。でも逆に言うと100枚持ってきてくれるって有料ですよ、すごいいいお客さんですよね。あ、まあ、逆にね、あの電光石火さんしたら入れやすいからね。そうそうそう、外れ100枚持ってきてくれるのはアザスでしょ、アザスでしょ。まあその中に電光石火さんこの前700円で買った、はい、SAR とか持ってきたから買い取りしてもらおうかなと。いい感じにね買い取ってもらえたら100枚だからちょうど不満なんだよね。いいね、お、プレステ買える。いいじゃん、よ、プレステ買える。じゃあ目標はプレステ買えるようにしようっていう。とりあえずね、今電光石火さんに着いたんで、じゃあやっていきます。査定中だから買い取りさ、条件50枚みたいに書いてあったけど100枚普通に出しちゃったけどね。大丈夫だったのかな。兄さん普通に数えてたから50枚までだって俺言ってくるんじゃないかと思うんですけどね。あ、まあ確かにはるちゃんいなくて俺ばっかり映ってもあの視聴維持率減るから。結果まで時ともし、やろう2人しかいないから。これ見つけたの4じゃねえか。結局締めにはるちゃんいるんだけど。それはそうだ。そんな男2人が秋葉原でいやいやいやとか言ってるやつで終わったら困るだろ。おじさん2人がさ電光石火でーとか言うの困るだろ。それで終わったら今回は電光石火さん、はいはい、さて終わりました。思いのほか素晴らしい結果になったんじゃねえか。楽しみ。じゃあとりあえずまず俺があの買ったものから紹介したいと思います。おいえドラゴンボールじゃん。おいえ未開封。未開封。あ、おいえ、この間のセットのやつ。そう、4500円になってました。おいえ、この間6000円だったよね。6500円でした。いいえ、マジでよかったな。ちなみにこれには裏話があって、ケティミが買ってよかったと思う。いやー4500円はね高いんだよ。そうこれねこういうふうになってます。そう、絵柄がね2つくっつくのよ、うんうん、で GT の方の悟空、スーパージ4悟空とドラゴンボールスーパーの2月の悟空の悟空がこうくっついてるんだけども、その周りにね敵がね今までの歴代の敵がぐるっと回ってんのよ。エモ。これがすごい。
ずっと欲しいって言って今回これ買っちゃいました。4,500円。最近ポケモンカードじゃなくてこういうのばっか買ってる俺。マジで。そうそうそう。まあね、ちょっと結果お伝えしたいと思います。うん、結果ね言うと全部は買い取ってもらえなかったっていう。っていうのも電光石火さん傷があんまりにも大きいとそもそも買い取ってくれないっていう。だから100円とか200円にしない。もう初めから買い取ってくれないって。それで一応買い取ってもらえなかったのが25点。100枚中25点は買い取ってもらえなかったよ。あとは全部600円以上で買い取ってもらいました。おおおめでとう。いや本当にすごいじゃん。賢いなって思ったのが傷ありは返品する。ちゃんとね自分たちが買い取るものはきちんと満額でほぼ買い取る。その最低保証の場所これ賢いっすよね。下手なあれがなくていいよね。マイコン全然高く、そう結構高く売れたんだよね。これはあの最低保証よりちょっと上のカードはビキズって言って減額対象にちょっと金額が入って買い取れる、うん、確かに賢いよね。そりゃ俺の靴下びっくりしてびっくりして穴開けたよ。かかとにね、だからすっごいかかとで踏ん張ってるんですよね。基本さ、穴の時つま先からじゃん。かかとでね、すごい急ブレーキかけてるんだよね。いつも恥ずかし気分なく出すのがあれだよね。いつから開いてたのこれ。これはわからない。なんかあれ、地面つくなと思って。ただしたらさ、家帰ってきてからもう脱げばいいじゃないですか。何が？いや、穴開いてんだったらもう家帰ってきて脱げばいいじゃないですか。てめえよ、この靴下の思い入れを何も知らねえから、そういうこと言うじゃん。これわざわざ動画内で履いとかなくてもよくて、脱いでさ、その思い入れの話はしちゃいくてさ。でも逆に、つま先じゃない分、なんか恥ずかしさがちょっと軽減。ああ、なるほどね。電光石火さんのさ、買い取りのやつがさ、全部飛ぶから。こういうねコミュニティも少し挟んどいて。いやすごいよねでもね、本当電光石火さん。いや電光石火さんマジすごい。すごいすごい。俺本当にそれ賢いなと思いました。しかもこれねすごいのがヘティミがすごくねおって言ってたのが SSR 500円買いでこれやばいと思う。あやばい。マジでやばい。SSR はだいたい200円とか下手すと100円買い取りとかもあるもんね。だからある程度綺麗な状態で SR とか SSR の在庫が多い人は変なところに売ってって減額対象とか SSR200 円買い取りとかされるよりは電光石火さんに売ってるから絶対絶対マジで。でしかも電光石火さんの断り方も素晴らしいのよ、うん、傷大きいから返すよじゃない。返却対象のものはこちらになりますんでこちらはちょっと弊社だと買い取りできなかったんでって言ってちゃんとね説明してくれて、うん、で俺それ見たんですよ返品対象の、うん、やっぱねちゃんとね傷があったんですよ、うん、でこんなのはどこ行ったって100円ついても100円なんですよ、うん、でもこれ正しいなと思ったのが100円で買い取らないんですよ。買い取っちゃうと傷ありの部分を出さなきゃいけなくなるんですよ。ああそうだね。でそれがじゃあ自販機から出た時にクレームになるんですよ。だからちゃんと自分たちのものは満額で買い取ったよっていうリスクヘッジができてるんです。キーとカミちゃんです。こんにちは。はい、キャンです。こんにちは。はい、はい、そんな感じで今回は終わりたいと思います、はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。ピー